あじゃあ8時半 <laughs> 8時半だなと思ってうん金のだるマさんありがとうございますテロップ書くのに真剣だったのこう言ってフフ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 フん <laughs> 今始めたえっまだ終わってないまだ終わってないのえあ金のドラマありがとうございますどっち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 終わったよね さっき終わったじゃあもう始めてても大丈夫なのかな <laughs> 終わったじゃあオッケーだねわかんないからさその分にいないから、うん、終わってましたならよかったありがとうおしゃべりしようぜ何話す何をおしゃべりしますか今日雨降ってますね はい雨降ってますね <laughs> さっきからずっとコーンスープ飲んでおります私あ下これ今日今ちょっと開けてきたよ,よ,ょよょちょっと待ってねラジオ良かった本当に本当に <laughs> 今日は肉じゃが作ってないけど冷凍してある <laughs> そう見て松葉下の今日じゃあ今日はパリージェンヌではなくちょっとカールの巻きの根元も毛先もカールの強めのパーマにしましたはいフむ <laughs> っちゃ綺麗でしょ そうなんですよ。めっちゃ綺麗なんです。でね今日ねお昼食べそこ寝てね。<laughs> そう夜四時ぐらいにお昼食べたら夜ご飯がちょっと。<laughs> うん。名前変えた。気のせいか。名前変えただろ絶対。 じゃじゃ、<laughs> もう、えー、ちっちゃん可愛いありがとう。見たよ、みんなあげたの見たよ。まつげの変化わかんないか。<laughs> 上がってんですよ。こうちょっと束になってわかるかい？<laughs> ああ金のだるまありがとうございます。そうなんです。はい。<laughs> 今日はつ花に行ってきました。 こんばんばはその方はアカウント2つ持ってますいえなんだって何だって私1個しか知らんないうん私のアルバム作ってくれたのじゃあちょっと調べてみるわ爪楊枝じゃなくて次綿棒3つのの,のせてみるあり私今日ね さっきもう一つのスマホ触っててなくしちゃったうん <laughs> 雨だったのにそう傘さして歩いたわー流れ星ありがとうございますそうみんなにちょっとさ見てほしいものがあったんだちょっとさ待っててほしい ちょっとそのスマホあるかもというところを見てくる。 あるかなと思っったたけど違った <laughs> そしたら普通にさベッドに置いてある布団に紛れてたじゃあスタそうしたこれをねみんなにねそう「ってで <laughs> みんなのいいのをしに行こうかなみたいなって今考えてます。 みんな私を引きましたか当たりましたかうんスーパーレア引いたやったじゃちゃんかわい,いありがとうこんにちはこんばんはこんばんはこんにちは <laughs> あったよ布団のね、中に入ってたそうなんですよ私は今日は雨の中外に出たんです <laughs> 松葉に行きましたよ。声つき2枚コンプしてずっと聞いてました。え、やだ、恥ずかしい。え、いや、恥ずかしい、それは。ダメ <laughs>、うん。こん靴は履きませんよ。わハはたありがとうございます。もう聞かない、やだね。<laughs> 聞いてください聞いてくださいなんかおかしいな4回吹いてレア3つえっそれもレアじゃんこんばんは金の葉ありがとうございますさっきお風呂入ったからちょっと顔が顔にツヤがあってすっぴんです <laughs> やだね、なんか顔にツヤがあるってこんばんはじゅっちゃんかわいいありがとうボイス付きうれピーマン確かにボイスレアでしょうん 最近めちゃめちゃ乾くねううん。今日スプーンだと思ったでしょ。スプーンじゃないよ。なんと。なんと。フォーク <laughs> <laughs> 今日フォークでございます。うん、ほんとだよ。ほら。 筑 <laughs> 前煮をフォークで食べる人なあ何フォークも使うっあ誰もありがとうございますフォーク使えます箸も使えますちょっとみんなの下これに「いいね押しに行こうのい」の回にしよう。 <laughs> フォーク使えないピッチャーになれるどういうこっちゃこんばんはこんばんはへへでもさこれ難しいよねスタコレのさ使い方私さねわかんない <laughs> アルバム名も見てねラジオ聞いて確信した箸使うのめんどくさいだけど <laughs> そうよそうよ そうなんだよそう私がねアルバムにいいの押すの結構レアよ <laughs> でも一応みんなの見てるのそう安心してちょ <laughs> 私のアルバムを作ってくれてる方にはおしに行きたいから名前教えてほしいんですよ ね、そしたら押しに行くからさ <laughs> 日野さんタイプ何この髪だっけ緒に入いちゃっていいのかなでも入れたら入れたらおかしいよねなんか前髪じゃないなんか違うえ私にしたこれを送ってくださった方優先でいいのをしに行ってるから。 いつもに <laughs> 今日なんかビジュアルくない気のせい理解わっ痛 <laughs> そうだよでもさ調べても出てこなかった人もいるんだいそれはなんでだい 私あんまり来ないです前う <laughs> <laughs> 嬉が加速してる全然嬉しいこんばんはこんばんは初めましてかなハチが来てくれてるんだこんばんはこんにちはありがとう初めましての方こんにちはよかったらフォローお願いしますパッパ,ッパこんにちはわっフありがとうございます 美い,い悪いはなぜ起きるのかえわかんないなんでだろうなんでだと思う <laughs> 顔がむくんでるからなんでだろうねなんで起きるんだろうねみんなから見て今日どう <laughs> なんか今日目がさ奥にいってないどうですか下これプレゼントのか <laughs> 申し訳ないから <laughs> すっぴんなのそうなんですすっぴんなんですさっ,さっきお風呂に入りました私ははいみんなこれどうやって調べたら出てくるない普通に可愛い本当にありがとうお風呂上がりって感じそうさっきまでパックしてた今日本当は配信でみんなの前でシーサーのパックつけようかなとか思っちゃってたんだけどやめた <laughs> 可愛いけどありがとう私が言わせてるんでしょ <laughs> あほらありがとうございますそうフォロワーさんを増やそうの回だから今勝手にまた変えちゃった「下これいいね押しに行こうと」とそう押しに行こうであんまりね下これをいただく機会が私はまだなく あままり使い方はまだ分かっておりません <laughs> だからみんなで教えてくださいそうそんなかわいいパックがあるんですよシーサーかわいいか <laughs> 私の友達がそうふざけてくれたやつなんだけどねそうつけて動画で送ってって言うから「いつかね」って言って <laughs> その友達はこの前に新潟に遊びに来てくれました スタコレって何ってんななるんかそう「スタコレ」っていうなんかねアプリっていうのこういうやつですよ <laughs> こういうなんかメンバーのくじを引いてコレクションしようみたいなそうスマホだからデータの 写真しかなくないけど、飛行みたいなやつ。<laughs> ごめん説明がめっちゃくっちゃヘタクソで。<laughs> そうあサーフ四機なるわ作ったらいいねするんだ。あそういうことね。そう。今送ったよえちょっと見てみる。ありがとう。こんばんは。 理解できたって <laughs> そう多分なんだろうこれなんて調べたらボ,ボスティ調べたら出てくるんじゃないかな NGT48 スタコレって調べたらそう私ね生誕のやつはねそう時間通りに あそそそううう時間通りそうそうメールで言ってたあとは8時に設定しててショールームをねで8時,半8時20分にしてでも誰も配信してなくて「あれま,まずいぞこれまだ公演終わってないかも」と思って8時半に変えました私そうだから時間通りにできなくてごめんねって言った <laughs> そうこんばんはありがとうみつも そう私ねそう自分の生誕のやついっぱいね最近持ってるんだいっぱい皆さんがくださったの確かにプロフィール直さなきゃだ忘れてたありがとう教えてくれて配信終わったら直すそうだそうだそう公演時間気にしてるのふふ <laughs> いありがとう 初見さんこんにちはよかったらフォローお願いしますそうだよねみんなそうだよね私がねもうちょっとちゃんと時間をあれしてればよかったよね、うん、みんなごめんね今日はごめんねご飯食べてたら始まった ちゃんと食べたこんばんはどうしよう何話そうみんな私温泉好きなんですけどえいいじゃん愛が重たいの愛が重たい人好き <laughs> 大丈夫大丈夫正座しすぎて痺れた正座しながら見てんの <laughs> 修行みたいじゃん あ、ちゃんと食べたから出遅れたあんじゃあオッケーオッケーあ <laughs> 湯は行かないけど温泉は好きなのねもう家の庭に掘ろうとしたぐらい好きなのってかい回かだけスコップでもうちっちゃいスコップあるじゃんあの苗植えたりする時のあれでね家の裏をちょこっとだけ掘ったこともある <laughs> バーちゃンちのお庭も何回か掘ったことあるのででもお湯が出なくて <laughs> 怒られただけでしたね <laughs> そう画面斜めに見えるの気のせい気のせいじゃない <laughs> 家の湯船で温泉の物とか使ってるなんかそうなんかね温泉の白色の何だろう草津のやつ使ったことあるああ 毎週温泉行ってんのいい。羨ましい。レナス級温泉ね。何回か行ったことあるよ。ハイチュンさん寝坊して遅刻になら二時間。<laughs> すごい。私も今度いやいつかやりやだかしそうだな。<laughs> こんばんは。すごいエピソードでしょう。そう。温泉寝るしたら確かに石油。<laughs> 温泉旅館。 うちを旅館にしちゃいたいよね家から十五分走るのこうやって十五分走ったら温泉あるのいいなああ富山県に金太郎温泉っていう温泉がありますね昔はプールもついとったかなこんばんはなんかさ新潟にいいところないですか家族で行けるところ <laughs> 今日はテーブルがあって ハロシンうなずきてまで行ってきましたのハロシンうなずきウォーズウォーズウォーズってウォーズって手が甘じゃん金銃 <laughs> の満天の家に行くお金しかございません満天の家によく行くの <laughs> 私も昔よく行ってたわ <laughs> こんばんは スパッキウィネウィネスウィネスパどこじゃ <laughs> どこじゃそれししえ調べるウィネスウィネウィネスパ聞いたことないぞメモっとこうえなんかね家族でね温泉行きたいねって話しててそうどこ行くって話してたの 月岡温泉はねそうパパと今度みんなで行きたいねっていう話をしてた上のスパがちょっとめっちゃ気になってる私いや,いや彦とか岩室岩ほほげ <laughs> 新潟は月岡温泉だね確かに湯沢温泉いいねいいですね 私ね温泉街歩くのがめっちゃ好きなんですそうおみゆみゆさんもさやさんも行ってたんだなんてあんたの村上市にあるおーいいねいいね村上市も行ってみたい村上茶とか飲んでみたいんだよね私歩いて行けるから飲める確かに っりました行った行のかなお疲れちょっとね気になったところをね私はそうか,なんか新潟から富山に帰る道のところかちょっと行ったところだといいなみたいなね岩室あ私岩室って言った ちゃんかわい,いありがとう城ヶ原って読むのそれなんか聞いたことある温泉近い弥彦は読めるよ私山全体がいいね温泉街になる そう,そうそうそうなの私草津とかが大好きなのそうそういう感じのなんかいいよねわかるいちょっと縁日っぽいのもあってそうそういうところがありました湯沢温泉いいねいいねまあいつ行けるかわかんないけどさ行けたらいいよなみたいなねそう すはいんです。はい。<laughs> あーフォほらありがとうございますそういうことですね私ははい箱根箱根行ったことないかも私 私足湯かあんま行かないかな今度あったらやってみるメ三条の「かだ」「かだ」「下だ」難しいこと言うな漢字読めないよ ごめんすごい漢字が難しくてあのどん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 眉毛と目がくっつきそうやばいぞこれは <laughs> ねえ難しいよーああ初見さんありがとうございますこんにちは <laughs> そうなんです明日だねきしい こんにちは、ありがとう。<laughs> だってみんなめっちゃ難しい漢字使うんだもん。<laughs> もうね険しくなっちゃうね。<laughs> 眉毛がもう自然とくっつきそうよ眉毛。今伸ばしてるの。<laughs> お眉毛真っ黒じゃないんですよ。私。そう、スタコレの話は私はしていたんですね。怒られたらわかんないよ。私睨まないかもしれないじゃん。スタコレですね。はい、あのなんて調べたらあの私とかが出てくるんですか？ 難しいんですけど <laughs> 機械オッチかな下柴田あら柴田えーこれで柴田って言うんだそう下これからはーそういうこと はあはあ <laughs> 朝はじゃないほう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 ,うん出てこないね <laughs> 出てこないねこれでしょはあ <laughs> <laughs> そう私多分あんまりねスタコレあれできてないみんなより使いこなせてない <laughs> あらはった <laughs> 私も新はったとか言っちゃうあ四4期生かこれがエゴサってえこれはさあれだよ これは。このサイトだから。え、送ってみました。ありがとうございます。ちょっと待ってね。四期。あ、四期公演じゃない。四期生。<laughs> あ、あ、出てこないですね。これ、多分私の。調べる場所が違うのかな。じ <laughs> 私のアルバムを作ってくださってるのを。 見たいんです <laughs> でも出てこなくて <laughs> じゃあちょっとパック開封の式に移りたいと思いますねなんかおすすめみたいなとこに出てきたおすすめみたいなとこ出てきた人もいいのをしてる難易度高いんですよそうアルバム探してそうそうなのみんなのいいのをしに行きたくて。 台風の日。ではでは。いきまーす。こうやって産個同時に。開くのかな。あ。わかんない。一個ずつ開けていくかこれ。難しいぞ。<laughs> <laughs> <laughs> この音に毎回。ってなっちゃう。<laughs> あ。じゃあ。私でーす。複数選択できたや。 いいね下これを開ける回楽しいね2個同時に開けちゃう私あ,あと1個多分揃ってないんだよねあー持ってましたねこちらですこれ <laughs> でした残り1個ですね開けますよ初めてだこれは これはなんでパックの開封がエラって何これこのやつ初めてだありがとうございますこれ初めてこのシリーズ私生誕のやついっぱい持ってるパーティーさんじちゃんからありがとうこれは三人分当たったってことでいいのかな ももちゃんと三村さんでしたじゃーん <laughs> かわいい美しい <laughs> ありがとうございますこれは初めてです私すごいありがとうございますこれレアだったのえ私え レアばっか引いちゃうのかなあレアなんだ初めて知ったこれはほうほうほうそうなのね <laughs> レア私レアなのか <laughs> レアなのかそうか これ届いてるってことになってるがいいね確かにね <laughs> ア書いてあるんだよあじゃーんえ <laughs> 違った <laughs> あ、来た来たあ、はい私でしたイエーイ18歳ありがとうございます楽しい焼けるの <laughs> ありがとうございます。すごいね。これはね誰に取ってもらったかというと、葵ちゃんに取ってもらいました。はい。これはそしてどこで調べたら皆さんのを見れるんですか？ とりあえずちょっとみゅうみゅうさんが可愛かったからいいねをしていた自引きですそうです自引きしました <laughs> 楽しいね <laughs> そうですね。皆さんもぜひ私のコレクションしてみてください <laughs> こんばんは届いた分かんないどうだろう見てみるかあ届いてましたありがとうございます じゃこれをやったらちょっと次の話題に移っていきましょうかスタコレは一旦終わりとしてね <laughs> みんなスタコレやったことありますかじゃーんおおんおんあ私がいるよ私がいるよ見て見てみんな私がいるよここに見えるかね私の隣にひろかがいるよ <laughs> 待って、ひろか可愛くない。え。じゃあ。<laughs> 私とひろかと。はるかさんです。じゃあ。かわいい。かわいいですね。お二方が可愛すぎますね。じゃあ。かわいいですね。あ、はい、次。真ん中に。 サホちゃんがいます。サホも可愛い、もヤさんも可愛い、ゆうはさんも可愛いです。本当に可愛い。可愛いしか言ってない <laughs>。あとは、ああ、日向さんですね。こちら。日向さんですね。可愛い,い。可愛い,いです。本当に美しい透明なお肌で。へ 可愛い,いですねあ、これは一緒でしたねへへへ,へありがとうございますすごいあ、すごい全部見れちゃう私いっぱいいるよ見てみて <laughs> いっぱいいるみゅうみゅうさん出なかったね確かに出なかったわ でも私レアがいっぱい <laughs> うんこれは全部いただいたものです <laughs> ありがとうございますお同じなの喜んでくれるよかっためっちゃ嬉しかったありがとうこんにちは私があげるの <laughs> 手紙ってすぐ届くの うん、すぐではないかなでも1か月以内には多分もらえると思うよツ <laughs> にしかプレゼントしてないありがとうございますこんばんは私がみんなに「どうぞどうぞどうぞ」ってな <laughs> これはねなんかね 未成年自分で変えたいの <laughs> こんばんはそうこんなこと言っちゃダメで <laughs> 早く届そう私もね早く読みたくてみんなのそうスタッフさんに。 言ったんだけどスタッフさんも忙しいみたいで「そう今度」って言われた <laughs> えまだ欲しいそれはちょっと自分からは言えないかな <laughs> そうなんですよそう落ちうなの <laughs> そうでもなんかそう4期生は今お手紙だけなんですけどねえ確かに4日にはね受け取りたい特賞のうちは早く届かないかなえ何誰誰の特を引いたのそうでもなんか4期生のプレゼント。 ちょっとあったような気がする可愛 <laughs> いいから気づくとかいっありがとうございますおしめんです当たったのよかったじゃん <laughs> よかったじゃんよかったねどっちどっちどっち何なんですか大塚さんですか 特集出たらね。ありがとう。オーガオ。そうそう、うん。こんにちは。あ、ななみさんの方ですね。<laughs> よかったね。めっちゃ嬉しいじゃん。それ自引きですか。<laughs> あ、誰もありがとうございます。そうおしめにどっちかそうなんかね掛け持ちしてたらさ。 でしょそうそうそうなんですよね4期生のプレゼントは確かに今はしたこれだけかも <laughs> そうでもねそうなんか他の子も届いてたからどうなんだろうお友達経由ですかいやよかったねお友達で引いて譲ってくれる方がいて <laughs> かな読書出ないのかじゃあ受付私の受付に来たら当たるように一緒にお願いしてみようぜ <laughs> ちょいと引いてみたところコマ師匠だったのコマコマのだったのかコマ可愛いからコマコマ <laughs> コマコマコマはねああ見えて頭がいいんですよ 来月ジュナ特集出たり言った方が良き言わなきゃ書かないよ <laughs> 言わなきゃ書かないようちは放置しとくわ麻生 <laughs> ュナのとこに置いてあっても放置しとくわそうなんですよねーはい <laughs> お母ちゃんかわいいって言っててきなた くの友達ジ日じゃもらいただいたってことかな昨日くださった方かなそれだは書かないそれは困るそう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 なんですよはい <laughs> 分かってたら書かないよこんばんははじめましてのてたこんばんはよかったらフォローお願いしますこもちゃんとたかしちゃん寝起きの顔しか <laughs> 確かに。 でもね寝起きいい顔してるよ私もね起きてそのままこの配信のここに座るんだよ朝はイベントの時とかさちょっと寝坊しちゃって「あ目が開かないあ目が開かない!」って言ってた <laughs> ね見た人何人かいるのでは 2> あ2度目の方もありがとうございますカンバーツでいいからじゅちゃん ちゅっちゃん,ちっちゃん当たるといいね誰かなんかお友達同士でね握手悪舌欲しそうなんかさ転売ヤがいるもんだよね <laughs> <laughs> ちゃんとアイドルあーコマとたかしゆいたんはよく当たり。 じゃあユアユアのやつは持ってるってことなんだふーん4月アクした2つある <laughs> ねえ転売屋もいるもんだね <laughs> まあいいですよ売れ残ってたら悲しいなみたいな感じなんですけどね私は別にいいと思いますよ自分のなんかさね欲しい人がね当たるのであったら別にずっと家で保管されているよりかは。 私のことが好きな人の手元に渡った方がいいと思うのででも定額より高い値段で売るのはちょっとやだ <laughs> 嬉しい嬉しくないけどだってあれでしょなんかダメな気がする分かんないけど <laughs> そうまあまあまあいいと思うようん私はそこまで何も言えない <laughs> 皆さんにお任せします 私ののクスタだけ行かないな私多分カプセルの中で反抗期してんのかもしれない <laughs> 誰の手元に来てくればいいのにね本当にね売れ頃ぐらいなら本当にいっぱいあったよラ <laughs> ンダム当選のグッズや 頑張った後押しほど当たらん。いやそうなんだよね。わかるわかる。そう押しそうそうなんだよね。自分がこの人この人この人って思ってたら当たらないよね。わかる。<laughs> 反抗期なら仕方ないっておい。だって反抗期だもんね。本当に出てこいって。 叫フフフいかないからまあまあいつかチャレンジしてみてください意外と当たるもんかもあの欲のない人にね引いてもらったらワンチャン来るかもよだって私だってくじ引きで1等引きたくてもさ出なかったのに何も考えてない妹に引いてって言ったら当たったりするもんだよ <laughs> そう だせだれだせだれ,だれ,だれ,だれと思って引かない方が意外といいかもしれないこの前5回回して密約したそれはもうすごいわそれはもうすごい反抗期って私あっ年中反抗期です DD <laughs> やなあが毎回反抗期の浅しい 最近ねいい、いいポーズ、dd に向けてやるポーズ。<laughs> あ,あ、確かにね、だらっときゃだいだよね。ね、そうだよね。全力反抗期だね。そうだよ。あ,あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。<laughs> へへ。 DDD って煽ってるの <laughs> うん DD じゃなかったらさ誰推しなんですかコンサートコンサートのグッズの旅スタリージュアちゃんとでおじゃあ私の持ってるってことだう、えー、嬉しいありがとうございますこの前じゃあてに

<laughs> あみんなにやってるわけじゃないからねなんか私のことをめっちゃお話しかけてくる人とかで受付から受付とかちょっといじるぐらい <laughs> そんな人いるんですかいますよはない方に公開し確かにいやでもほらあの時はねうん それのしなかった。こんばんは。あ、はじめまして。<laughs> はじめまして。こんばんこんばんは。こんにちは。よかったらお願いします。フォロー。えそうだって最後に会ったのいつ。最後に会ったのは四月二十日でしょう。その時まだこのポーズ出てなかったもん。<laughs> これのポーズ生まれたのは二十七日です。 だから四日ねこれしちゃうかもフ怒られるのはご褒美ですかいや <laughs> ああ流れ星ありがとうございますありがとうそうだよ <laughs> 公開処刑もご褒美になる人いるからな確かにハナ <laughs> ちゃんにされた時はひっくり返ってしまっためっちゃびっくりしてたもんね <laughs> そうだよ ね私のさ目の前でさゆあちゃんのねユニコーンかぶってたよね初見さんにはうんコーヒーと団子いいねいいねお茶会みたいだちっちゃんかわいいありがとうそんなそんな全員に受付で「えぅー!」とかいるわけないじゃん <laughs> やってたらさやばいやつやん受付で10ちゃんが変なことしてるって「え DDDD」っってなめっちゃやだ<笑><笑>いいんだよそうねその DD の中でもやっぱ推しっているもんでしょ <laughs> 小学生みたいに。 <laughs> はハ、あ、4日の受付は他の子に行くそんなことすんのまあいいけどねじゃあお見送り無視するからね <laughs> ああハートありがとうすいませんでご褒美かたし、まあそうだねフッジちゃんにそのポーズされたの私の漢字が読めないの <laughs> 食べ物はワインの姉さんにいやだいたいそれ持ってるよえーそうなのすご私先輩に話しかけるの緊張して話しかけられないあほらありがとうございますあ、勲章って呼ぶのか <laughs> ありがとう教えてくれてあのキャツ感じなに行くね 4期生のネットワークこうあ4期は嫉妬深い子が多いですからはい <laughs> そうなんですよでもさそう思ったら私まださ大丈夫の方じゃないねそうでしょ <laughs> どうですかそんなこともない <laughs> 嫉妬するさしますよ なにこの絵が怖い。<laughs> 気付けなんで帰るの?。行ってる人は。まだ大丈夫な方さ。人さえるくらいよ。人さえぐらいに早くなりたい。じゃあ、また公園で。私を。いっぱい。 喋ってください私と喋って喋って喋りまくったら私はいじりまくりますこれが怖いのこれごめんよ今日なんかすごいなんかみけにシワが寄る日みたいです <laughs> ついこの前までにアンナちゃんにアンナにつられかけてんのああおしが増えちゃうじゃん <laughs> 横は <laughs> <laughs> 3色振ってずないしてるようで叫びますちきらず叫んでそう今日ここにしわが寄る日なのなんでだろうね <laughs> なんででしょう <laughs> テロップに書いとこう面白いからすまぬすまぬ。 こうシュってやったらシュってホームに戻っちゃった。う <laughs> んうんがう打とうとしたらダメなんだね。シュって戻りくそうになっちゃう。オッケー。びっくりしちゃったよ。<laughs> あーキラキラありがとうございます。 いやー睨んでるわけじゃないよ私オタク冷たくされたから優しくされあー確かにねーあれってなるよねね冷たくされたら「あれ怒ってる?」ってなってからの優しくされたら考えすぎた時間がねその人のかかるからねオフライン早くや。 ねえた生誕のやつの次はなんだろうね「ツナ行かないで」聞きたい聞きたい聞いてみたい小悪魔ですねたまに言われる「<laughs> 身長ねちっちゃいから小悪魔だね」そう考えることが意外と怖いらしいです <laughs> あ確かに これが楽しみだな。震えてんじゃん。配信カメラに近いと表情も変わる。やり試してみようか。今の配信？昨日ね、三つのパターンからやったよ。正面の遠いところと斜めからとここのとめっちゃ近いところ。やりましたよっとっと。めっちゃ可愛いありがとう。 今日の雰囲気は私いつもと違うかあーちら見枠ねおし名は少ないけど確かに d m、MM、m カメラに抜かれたらだっていつ抜かれてるか分かんないんだもん <laughs> まだゴールデンウィーク後のうん多分されてない気がする私はゴールデンウィーク4日しか出ません 来ますか。<laughs> 来られますか。こんばんはー。松橋たしお風呂上がりだからかな。かな？かな？ほらみんなにも見せてやるよ。じゃーん。ちょっとごめんここのここちょっと失礼しまして。ここも失礼。最近どうしたのかなみたいな感じで肌がねボロボロなんですがね。<laughs> パチパチーはーい。 <laughs> 4日行くよ待ってる4日も7位いないよねすごいわかってるでしょそれもね今日直角にパチーンじゃなくて分かるかなちょっとこっちの角度の方が好きなんだよねここの毛先までもカールだからめっちゃいいんです <laughs> そうこの前のね時あんまり絡めなかったからね 堂々とイチャイチャしようぜ言ってたのいない次は6月末やから10ちゃん全然拾って今からお祈りしたかねえそうだねえねえ本当にねてか全然その時まであるのかなっていう不安も私は持ってる <laughs> だってね分かんないじゃんあいつは私もねまだ分かんないんだけど 銀のだるまさんありがとうございます四日はひるひる恋入りますいや閉まってるぞ行けるときあるかなね遠いんだったよね確かね無理せずえー一番最初に入るんだへえ。じゃあ私じゃないかもまあ自分の順番はまだ分かってないんだけど、ね その日にギリギリに決めるからさでも多分次は20分交代とかじゃない人数少ないしうん誰もありがとうございます行ける時ね会えたらいいね私も一回やってみたいが緊張なく話せると思うしまってるぞ他公園にもこっそりめちゃめちゃ入る予定 <laughs> あるといいね ああととりがとうございます4日は昼最初夜最後でだって自分で決められないんだもんグッドアッパーか最初に行きたい人かヘアメイクの順番かメイク終わった人かそどれか今から行ける人みたいな「誰と組みたい?」最近はこんな感じで言ってます。 朝だからさ私何も頭考えてなくてうーん真ん中ぐらいっていうのいつもでも最近気づいた最初の方とかの方が意外といろんな人と話せるっていうことにだから私は次は何番目にエントリーしようかなって考えてるいつも真ん中の方で無難に終わらせてたんだけどね「なに会いたいね会いたいねみんなに会いたいよ」 聞こえが始まるすぐにもうね受付ってみんなすごいよなってこの間初めて知った受付楽しいんだよ <laughs> 電座の終わりは4聞こえどうなんだろうわ <laughs> かんない私もいごめんにおわせではないごめん本当に尿おわせとかじゃない <laughs> よるこん行きます。お出迎えだったらまたお願いします。ね、今んとこね、私がね、前座の日はいつもだよね。それも最近顔認証反応してないの。<laughs> 嫉妬の四期だね。ちっちゃ早くて、人少なくて。助かったけど。ねそうだったね。人少ない時だったね。うん、確かに。真ん中で2回会ったのだいぶすごい。

受付の時出してるけど見てないよね見てない結構見てないだから嫌だったらあの裏返しで出した方がいいかもだね記憶力結構いいいや <laughs> 4期の中じゃ悪い方だと思うそうねそう狙ってはないけど受付に。 くれたらいいいいいなと思っているよもちろんお会えたらいいね17番の座席確かにそう4月20日にああの4期生の公演があったんですよそのグッズ購入特典みたいな感じでそ,うその座席その日の座席にほら公演は17番の席があるじゃんその席に座った人が顔認証 反応しないのそのそ日から <laughs> そうだからその隣に私のファンの方がいたから <laughs> 恨まれてるかもって心配してた <laughs> そう登録したやつ売ってんのかそうだよそうそうう空ちゃんそれこの前言ってたメイクしながら「そういえばさー」って言って「<laughs> 私本名読んだよ」って言ってた。 マスク取るの少し恥ずかしいあーまあ確かにじゃあマスクいいじゃんじゃあ入ってくるときはマスクせずに入ってきて顔認証終わったらマスクしてマスクも出ますよみたいなアピールしちゃえばいいん、ね、だ言われる前につけちゃえばいい本物の顔見てるえそう顔認証はあんまり見てないこうって顔認証しますお願いしますはいありがとうございますあごめんなさいもう一回お願いしますはい行きますせーのはい あごめんなさい練習できませんねちょっとすいません近くに失礼します <laughs> ああそうですねあああ行けましたお願いしますはいピローンって感じ <laughs> この間若、はいそう顔年収うまくいかないとき本当にうまくいかないから。<laughs> <laughs> そうなんですよ最前列なんか都市伝説最前は赤席の見て、その席かそう確かに4期生だけかもそうだね他の先輩方はね確かにオフラインとか参加した時ぐらいだよねマスクはそっか 4期生レアじゃん一 <laughs> 回くらいそれやって認証できないのがおしいそう認証できない時だいぶ焦るよ「ごめんなさい本当にごめんなさい」って言って毎回やってるうん踏み台乗ってないよ踏み台ないのだから毎回ちょっと身長高い方は背伸びしてくださる方もいれば私が「今きます」って言って背伸びする <laughs> そう でみんな大体優しいからしゃがんでくださりますね。<laughs> 顔認証がちまきだめって。<laughs> そう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 。規制は見てる確かにね。そう意外とここまでかくれてたり、顎マスクとかだと顔認証失敗しちゃうから。そう。 だから、ちゃんとここまでマスクを下げるか取るか <laughs> してくださいね分かったかえー、すごう化場やイベント以外のビジネスパートナーでしたったすごいな白目も嫌だ白目嫌だ 大変な顔して顔認証失敗させるとかそうなんですよ次次はあえて忍びだってダメだなあはいわかりましたよろしいはい。あみんないいねいいね <laughs> そうですよここまで下げるか取るかわかった 私がもう白目向くのはあの意識して向いてるわけじゃないの本当に目をやえて朝「あ眠たいな」って言って目を開けった時にちょっと白目向いてたりとかそうなんですはい「取 <laughs> りますそうです取って取って入ってきたらいいかもねあの黒ってり顔認証終わって黒板より奥行く時はマスクしてますか?」って聞かれちゃうから。 そう入ってきて顔認証されたら「マスク持ってるぜ」みたいな感じの顔してそうふんってんってマスクして言われる前にしちゃえばいいんだよ「あんはにいるから知らないかな」みたいな顔してる <laughs> 当たらないから <laughs> えすごいね NGT の,のラッピングバス走ってたのかすごいねその頃 膝まずけばオッケー。いいよ膝まずいてじゃん。膝 <laughs> まずいて。膝まずいてみて私は笑ってればいいのか。<laughs> ねえそう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 。面白いね本当にあの本当にあの本当にどこの界隈でもオタクの考えることって本当に天才なんですよ。 わかる私もね落ちてたところがあるからわかる <laughs> そうだよ笑われるよスタッフさんに怒られちゃうかもだよ警備員さんとかに「ちょっと!っ」<laughs> えっひざまずいてエビアとか花束そでプロポーズ <laughs> いいね誰がしてくれるかな ひざまずいて手をしろそれもやばいやつじゃん <laughs> <laughs> ここに目かけてみるなんか今日私めっちゃ一揆感あるね私ショールーム始めたばっかの時さ「じゅっちゃんは一重なのが残念」って言われてた「一 <laughs> 重じゃないよし しっかり二重だよ。パチ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 。こっちも見せとく。パチパチパチ。<laughs> 二重だよ。今日はちょっとなんか。目のむくみがありますが。お気になさらず。とみ。眉毛を動かせるの。<laughs> 何の自慢やすかね。本当にね。<laughs> ざんまつき手を差し伸べます歯ぶたに目描いていいよ、入れなくてもいいなら切れながら綺麗なお目目だね、本当にありがとう私つり目ってよく言われるだからね、いつもねアイナインこうやって描いてたらきつい目みたいな言われるきつい、目がきつい目って言われてるから 垂れ目にしようと思ってアイラインをちょっと下げたんだけど目が細くてつってるからこうされちゃったら余計目がねちっちゃく見えるのこうちっちゃく見えちゃってのここがあるから顔がだけが大きく見えちゃうのねだからメイクには毎回困ってます。 ええ、ざわついて。あ、わざと靴紐外してくるってことね <laughs> ああうん。顔がちっちゃいのに、本当にありがとう。目が小さい、ごめん。<laughs> もう本当に。 その突き出し方にそういいひざまずいて私がやんないよやんないよ多分ドラマの見過ぎ多分ドラマが映画かなわかんないけど靴とかバンって <laughs> 出しちゃおうか私の靴をそんなにアイドルいないから無駄 <laughs> にねそんなこと私しませんから本当にしないから安心してこんなこと言ったら私がしてるみたいじゃん 私ね、結構映画とかドラマ見るんですけどバラの花束を差し上げますバラって100本だっけ赤いバラじゅっちゃんかわいいありがとう私メイクそんなに詐欺ってないよはあ帰省プレゼント始まったら花束くろうかないいですね 最近見た映画映画ね結構私ね古いめっちゃ古いっていうか今入ってる映画とかってあんま見ないあでもあれママと見たのは「東京リベンジャーズ」の映画見た <laughs> あとなんかねそういうねそういう系のが好きなんですよ私は。 とか。コードブルーとか。かな。そう。あんまりアニメの映画は見ないかもしれないな。お家に花瓶はあるのかな。うん、いただいたら。花瓶買ってくる。<laughs> そう、本当ありがとうございます。こんばんは。ところで、ジェちゃんの料理教室。でやる。 私のおここのおうち的に料理配信ができないのそうパパとママと話してたんだけど一応画角変えればね狙うためばできるんだけどそうそうなんですそうコーデブルーだけが謎にはまっちゃってそうめっちゃ見てたあとは前言ったと思うんだけど 漫画アニメかなの映画バージョンの七っていうやつが本当に好きだね <laughs> <laughs> ハルチュンさん料理教えてほしいって言ってるえでもハルチュンさんの方が一人暮らしできないから <laughs> <laughs> ああ昨のはっありがとうございます「鬼滅」は全部見てる映画も見に なんか唯一はハマったアニメがそれなの、そう、そうだね。あとは一話だ一話だけっていうかワンシーズンっていうの、結構最初の方に出てる出てた五等分の花嫁、ね、もう見たことあるかな。ワンピースとかあとなんだっけ。 そっち系はママが好きだねママと話が合うかもだよ <laughs> そうピースかーあそうそっち系は見るクリオンさん系は見てるよ <laughs> あーじっちゃんからありがとうう 私もね友達に勧められて見ただけだからそう私がそうだね見ただけ見たよっていうだけでそう <laughs> 何今日かわいすぎるって <laughs> 一人暮らし長いけどママママさんが。 時の準備してくらしいのでえー、すごいえ、でもいいじゃんあ、でも覚えたいのか炊飯器があれば何でもできます <laughs> ダメだ <laughs> ママは若そう何歳ぐらいだと思いますかまるちゃんの推しですかえ誰だろうな私そっちよりもねあの サザエさん側なんですよね。<laughs> ごめんなって、可愛いのもありがとう。あ、金のハート、ありがとうございます。四十過ぎぐらい。四十四、そこまで行ってないぞ。<laughs> <laughs> ガチ恋勢になりつつある。お。お。あ、初めまして、初見さん、こんにちは。よかったら、フォローお願いします。 32は若いわ若すぎるね <laughs> まあそれ以上言えませんがはい <laughs> そんなねそれ以上言えませんがって感じなんですけど結婚 <laughs> しよう一番幸せんで ですね、新しい家庭を築きたいとのことですねはい結婚申し込み者何人目でしょうか今日も結婚申し込みしますがほぼ同世代同年代おじゃあ話が合うかもだね確かにママもたまごっちしてたって言ってたな昔そんか近い世代助けてね 大塚さんに七 <laughs> かな、どっちかな。愛してるよ結婚したらどういうことをしますか。私みんなは紐になろうかな。<laughs> 嘘。嘘ですよ。嘘だよ。愛してるよあありがとうこんばんは。こんばんは。 わわわすごいすごいめっちゃめっちゃ告白すごいね初めてのいや指輪かに行こう僕君では結婚したいダメになってくださいだって すごい <laughs> めっちゃ告白私 <laughs> と <laughs> 結婚したら朝起こす仕事入ってくるけど大丈夫かな <laughs> 明日結婚するとエッグの特典として <laughs> すごいね <laughs> 30回ら40代だから年齢ママの <laughs> 毎日愛しに行ったやって言うけど。 ああ確かに一緒に横で寝てればいいんだ。それもありだね。それもありです。私何回目のモテキに見えます、本当に。<laughs> 朝5時半に起こされたら私ちょっと怒っちゃうかも。<laughs> 結婚したら、ちゃんちゃん料理しなくなったりして。<laughs> わかんないよ <laughs>。 さすがにね起きるよ起きるよあのね家族ねママとかパパが起こすから私はね二度寝三度寝しちゃうぐらいでねさすがに一人とかだと私は起きなきゃっていうのが分かってるからちゃんと起きますよ君のモーボーさんにご挨拶させてください僕は本気ですありがとうございますごめんね本当に笑っちゃったちょっとここまでは初めてだったからあのネタなのかどっちなのか分かんなくて。 あっ日は最初のもれそれぞ大丈夫のもさないよえっ <laughs> のだろうありがとうございますこんばんははぁはぁそう私本鰹っていう鰹節がね好きなんですけど <laughs> そう結婚しもし私と結婚したら毎朝 毎昼毎晩これでも食っとけって本カツを出すわかんない出すかな寝どねさんでねが気持ちいいやでそうだよ <laughs> そうだよ白馬準備してください <laughs> しゅうさんがこう <laughs> 本当に面白いんだもん ねえ、い <laughs> や,やだ、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 そんなこと聞か、そういうコメントはしちゃダメです。<laughs> 本当にギャル、じゃあお部屋キラキラにしますわ。<laughs> みんなあのワン一つのお部屋じゃなくて。 ちゃんとリビング分かれてあやっぱり一軒イに住みたいですね私一緒にお家建てましょう <laughs> お願いしますこれ積もっての夕飯は箸で食べたいです <laughs> スプーンはやめてください <laughs> だってね私スプーンとフォークしか使ってないもんね <laughs> 本当にね笑らかすねほんとみんな何だよじゅっちゃん壊して何が積もった 田舎に建てよう、ね、私田舎だったらちょっと町までお出かけして家に帰ってこないかもしれない <laughs> 確私か私もちょっと入ってるけどなんか急にガチな告白してくる人がいたじゃんじゃあそこからずっと積もってるそう橋は確かにレアねこんな楽しい話してんのにさもうあと5分ぐらいで終わんなきゃいけないの寂しくないねえ いやー、初見でありがとう。何、富山、いな、ど、ど田舎だと思ってる。周りにた、たんぼ <laughs>。周りでたんぼしかないと思ってた。ああ、街中ってよりかは、じゃあ、あれだね。お店屋さんが立ってるところにしよう。山奥とかはやや。<laughs> ね,ねそうなんだよ 22, 22時間大人の時間だもんねそうなんですよねえ意外とさハボーレの近くってさ田舎じゃない <coughs> どうなんだろうみんなから見てどう私的には富山駅の方があっち側の方が都会かなって思ってたんだけどどうどうでもハボーレもいいよねわかる。 そんな自給自足生活にいたいハいなかっていからそっちかと思った <laughs> いいよ自給自足し <laughs> そうなのう高校とかにもさ府中の子とかいる子にそう俺あたりは行ったことないあでもそっち行ったこと富山あるんだ 東京じゃないってたはまあ自分的には旅行で行くぐらいがいいかなって思ってるでも多分そっち側に住んっていうのもねそれはそれでいいよね全力ダッシュで羽ぼれに通ってるうな感私も羽ぼれ通ってた <laughs> 通ってたけどと遠い近い分かんないぐらいの距離 <laughs> 全力ダッシュ じゃあ走っっってて近づけるととここだったってことすごいね都内のタワマンに住むあそれ,がいい、ね、それもいいねただそれもいいねタワマもハボーレってねなんかあバンダイバンダイとかじゃないのラブラみたいな感じラブラが一個立ってる感じ <laughs> テーマー3回来ましたお意外と来てるじゃんハボーレああそうだねそれはそうだわ そうだよ。富山にも府中ってあるよやっぱりあと5分だそうですよそうイオン以外にもあるそうそうでも他の県行ったらハボーレっていうのはスーパーしか入ってないかもしれないなんか平和堂っていう聞いたことあるハボーレツーはない <laughs> 富山のラブラがハボーレそうえそんなもんじゃないなラブラ1個だけ立っとる感じ線 なんか説明的に言うと <laughs> 東京には府中あるのでも府中って意外とあるかもだよねそう私がびっくりしたのは富山に阿蘇っていう道があったの道っていうの街があったというのがびっくりした平和堂はでしょ そうなの平和堂はあるんだよでもスーパーしか入ってなかったりするのでもテーマはお洋服屋さんが入ったりゲームセンターが入ってたり映画館が入ってたりするのだからテーマに住んでる人はイオンかハボーレそうど,こにんどこに住んでてもかかんないけど大体みんなが行くような場所そこかもハボーレアピタイオンあ確かにそう。 確かにファボーレももみたいいななんじゃない確かに確かにじゃあみんなあのテーマ来たら「はぼれ」着てみてください多分一日あれば半日あれば回れますいつか私は「はぼれ」でイベントをしたい <laughs> テーマでイベントしたいはぼれじゃなくてもいいから富山駅でもいいよって感じ イオンかハボーレですよね遊ぶといったねテーマでスーパーって言ったら大阪やかあるでしょそうだよ <laughs> ラブラ半日うん、ハボーレも半日入れない <laughs> ちょっと大きめに言ってみた半日地元のイベントは湧くよねそうなのよ地元のイベント したいのよよんんででって感じなんですけどね私が富山行ったらみんな富山、ま、来ますか <laughs> ちょっととりあえず男女読みしようか13位からいきます13位なべちゃんさんありがとうございます12位かずやさんありがとうございます11位いやぽんさんありがとうございます10位 白鷹さんありがとうございます。九位アリネスタさんありがとうございます。八位シトンさんありがとうございます。七位ときめきくばさんありがとうございます。六位十七ボン高川さんありがとうございます。五位坂修さんありがとうございます。四位パンダのておさんありがとうございます。 カズさんありがとうございます。<coughs> 2位ミッチーさんありがとうございます。1位タカシさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。では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 ,では。来てくださいね富山にもね。じゃあじゃあまたメールを送りますので少々お待ちください少々お待ちください。 少々 <laughs> 新潟県から出れないいしまあでも新潟に行ったら会えるじゃんねえじっちゃんからありがとう初見さんありがとうございますもう配信終わっちゃうねごめんねよかったらフォローしてまた明日の配信見に来てください皆様見に来てくださってありがとうございましたこんな夜にありがとうございました 一瞬のスクショ。まつげはい。<laughs> ありがとうございました。じゃあねー。あ、そうじゃん、四月ありがとう。まちばしてる。五月もよろしくお願いします。